こんにちは、清水エスパルスサポーターおじさんです。明治安田生命 J2 リーグ第28節、清水エスパルス VS ファジアーノ岡山の試合は1対0で、見事、清水エスパルス勝ってくれました。はい、パルちゃんと今、パルちゃんが、手を振ってくれてます。ありがとうございます。見事勝ってくれました。ありがとうございます。いや、そこでは多分、YouTuber さんたちが撮影してます。ありがとうございます。ありがとうね。で、あちらでは多分 YouTuber の方々が撮影をしていてくださってると思うんで、まあ清水の試合に関しては、YouTuber の方々に任せましょう。はい。でですね、1対0で勝ったんですが、結構まあ辛い勝利で、まあそれでもまあ1対0ですね。勝てばいいんです。勝ち点3取れればいいんです。というわけで、エスパルスの試合のことはここまでにして、で藤枝舞 FC の話題なんですけれど、7月26日水曜日に、藤枝舞 FC の、ミッドフィルダーの久保東次郎選手が名古屋グランパスに移籍することが、報じられましたね。はい、長谷川健太はこの野郎って言いたいんですけれど、まあ、久保東次郎選手がもともと愛知県出身で、で中学時代には FC グランパス三好にも所属していたらしくですね、希望、まあ、本人の希望の移籍という形でですね、願ったり叶ったりではないんでしょうか。はい、まあ、個人的にはちょっと藤枝舞 FC から、主力が抜けてしまうのはちょっと大変悲しくてですね、久保東次郎選手の甘いマスク、ベビーフェイスですね、本当に、渡辺亮選手が、まあ、ちょっとワイルド系の選手で、久保東次郎選手がベビーフェイスでですね、まあ、イケメン2人が抜けてしまうことで、まあ、藤枝舞 FC の、まあ、ファンの女性の方々が離れてしまわないかなと、それだけは心配ですね。まあ、特に久保東次郎選手、名古屋グランパスに移籍ということで、藤枝舞 FC からグランパスに、サポーターの、くら替えしてしまうような人が出てしまうんじゃないかとちょっと心配です。はい、結構ですね、藤枝舞 FC、女性サポーターというかですね、まあ、一人で見に来ている方だとかグループで見に来ている女性サポーターの方もいたもんですから、よく目にしたもんですから、そういった方が増えてしまわないかですね、心配となってしまっております。で今日の試合ですね、藤枝舞 FC 仙台でのアウェーゲームとなっているんですが、1対1でなんとか引き分けで、ですね、終了しました。前半1分にですね、前節ですね、前節得点を決めてくれた、山原選手がなんとですね、前半1分のところで一発レッドで退場してしまうことになってしまって、かなり苦しい状況ですね、11対10人のですね、苦しい状況となったんですけど、後半24分に川上選手が同点弾決めてくれて、どうにか引き分けとですね、ドローゲームに終わりました。主力2人がいきなり抜けてしまったのですね、苦しい門出に一発レッドのですね、11対12の、まあ、厳しいですね、まあ、門出試合とだったわけなんですけど、まあ、なんとかドローゲームで勝ち点1をゲットして、ますね、敗戦を免れたわけなんですけど、はい、厳しい試合でしたが、藤枝舞 FC11、どうにか踏ん張って、負けを、引き分けにしてくれました。ありがとうございました。ということでですね、これにてですね、動画を終わっていきたいと思います。何を喋ってるんだこのおじさんはって言ってるところなんですけど、アイスタでですね、せっかくなんでちょっと今、はい、でアイスタなんですけど、ちょっとコールを上げたいと思います。マーイ FC、 マーイ FC、主力2人抜けて、厳しいマイ FC ですけど、頑張れマイ FC ということで、エスパルスも応援しますが、マイ FC も応援していきたいと思います。では動画を終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。